三浦貴子氏が稲田朋美氏の旧姓を法律の根拠をもって使えるよう民法を改正すべきだとの旨の国会発言に反論しました。 X ポストと国会発言動画で内容を見てみましょう。まず三浦貴子氏の X ポストを見てみましょう。嘘言うなよ。これは私の免許証です。夫の宇治の戸籍になっているが、住民票には旧姓の三浦も入っている。住民票が旧姓併記ということは、免許証、パスポートなどの公的な身分証明書も旧姓併記になる。手続きをするだけで良いようになっている。わざわざ法律を変えなければいけない理由は全くない。国民の多くが知らないと思って欺いちゃいけない。稲田氏がこの制度を知らないわけがない。こんなのもありますよと周知するだけなのに、わざわざ法律を変えようとするのは別の意図があるのでしょう。騙されちゃダメよ。次に稲田朋美氏の国会発言動画を見てみましょう。MI 通信の X ポストより。女性活躍に関連して、夫婦の氏について申し上げます。海外で活躍する女性や、父親の経営を引き継ぐ女性も増えています。夫婦同氏の民法の原則は維持しつつも、つまりファミリーネームは残しつつも、婚姻前の氏、すなわち旧姓を社会的呼称として、通称ではなく、法律上の根拠をもって使える制度、婚前氏俗称制度を民法を改正して作るべきだと、私は考えます。新しいことに挑戦する、何かを変える、ゼロから一に踏み出すことには大きな抵抗もあります。しかし、現状維持からは何も生まれません。良いものを守るためにも常に改革をする、日本の良き伝統を守るために、創造を恐れてはなりません。次に。民法を改正するのではなく、現在の制度の不十分な点をさらに改善してもらいたいと思います。LGBT 法案の時のように進められるのはごめんです。それではネットの声を見てみましょう。有本香織氏。この10年で、旧姓使用や旧姓併記は幅広い分野に拡大した。運転免許の旧姓併記は令和元年から、つまり私たちが若い頃に多くの女性が直面した、仕事で使ってきた名前を変えねばならない問題はほぼ解決。今さら、夫婦別姓の法改正は必要ない。現状の戸籍制度破壊の意図があるなら話は別だが。猫山三吉氏。三浦様、この度は実情をお示しくださり誠にありがとうございました。他の方もおっしゃっていますが、高市大臣が総務大臣当時、公的証明書の旧姓使用の拡大をされており、不都合はかなり解消されています。党内不一致の言動をされる稲田朋美氏は他党に移られるべきです。それでは動画を見てみましょう。投稿は猫山三吉に生死で、高市大臣が政調会長だった頃の映像のようです。そしてもう一点お願いします。二つ目なんですが、靖国神社参拝の名言ですとか、選択的夫婦別姓反対について批判的な声や懸念も上がっています。でそのお考えにはお変わりはありませんか。それから、夫婦別姓についてでございますけれども、これも自民党はこれまで夫婦別姓に至る、民法改正や戸籍法改正を公約にしてないんですね。で私はやっぱり選挙のたびに公約をどこまで実現できるか、一期ごとにどこまで実現できるかということを必死でこれまでやってまいりました。大体過去10年の自民党の公約、衆参の選挙の公約を見ますと、通商使用の拡大というのが入ってます。で自分が総務大臣でなった間やったこととしては、住民基本台帳の見直しでございます。ここで、届け出によって併記を可能にした結果、皆様住民票が今婚姻前の氏と、そして婚姻後の氏の併記で出てくるようになりました。これによって運転免許証も、そしてパスポートも、それからマイナンバーカードも併記が可能になりました。それから自分の所掌の範囲内でできることはもう全部やってやろうと思って、総務省が所管する全部の法律ですね、これは非常に自治系から情報通信系から統計系からものすごい幅広いんですが、全部の法律を精査させていただきまして、手続きなんかの時に婚姻前の時代は手続きができないとか、そういう事例が散見されましたので、
確か1年間で1123件、総務省単独で、改革できるものは全て終えました。まあ、これにより全ての届け出や申請は、婚姻前の無事でできる、まあ、もしくはその兵器でできるということになりました。で、同じ取り組みを全部の府省庁やそれから地方公共団体、それから民間の団体もやっていただけると随分変わってくると思います。で、あと事業者の方々もですね、企業によってはどうしても急性で仕事を続けるの社長がダメっていうっていう会社もあったり。ネットの声に戻ります。私は急性のまま仕事をしてましたが、そんなことができるのを知りませんでした。周知しないと。確かに急性を名乗ったり免許証パスポートに表記したいのなら今すぐにでもできる。何も法改正するまでもない。うちの嫁さんのパスポートも良性明記されてます。私の免許証もマイナンバーカードも旧氏兵器です。通帳もカードも問題なく維持できますね。お邪魔します。商業登記簿も併記できます。急性で仕事を続けて役員になっても支障ありません。稲田さん弁護士なのに変なこと言ってます。私も急性併記しています。私が調べたところ、免許と市役所とパスポートは管轄が別で、一箇所併記したから全部併記になりません。その逆も、一箇所併記消したからといって全部消えません。役所は提出する資料によって併記を消すことができず、急性併記一度消すと復活できないようです。急性をそこにかけても法的な場所で使えないことがあるって話なんだけどな。周回遅れすぎるよ。高市早苗さんが総務省の時に700余り急性使用を可能にしてくれたけれど、まだ急性ではできない問題が残っているようなので、引き続きこの点の改善を進めるべきでしょう。稲田朋美氏は、高市早苗氏が現状維持のまま急性使用拡大に力を入れて結果を出しているのを承知しているはず。つまりは戸籍制度瓦解が目的としか思えない。法律上の根拠を持って使える制度、なんとなく意味深です。ほんまそれ、わざわざ戸籍制度壊したい人たちって皆まではいません。ご視聴ありがとうございました。今回の動画どう思われましたでしょうか。次回もぜひご覧ください。